今日午後、新潟駅前です。この後岸田文雄総理が応援演説にやってくるということで、まだ少し時間はあるんですが、多くの聴衆が集まっています。多くの聴衆が待つ中、総理就任後初めて県内入りした岸田総理。何としてもこの大激戦、皆さんの力で勝利に押し上げていただきたい、強い思いを持って駆けつけさせていただきました。自民党総裁として全国の接戦区を回る中、ほとんどの選挙区で野党統一候補との対決となる県内にもテコ入れに訪れ、地方の経済対策などを訴えました。成長の果実、これはですね、こうした新潟地方にこそたくさんあるんだという、そして成長の果実を一部の人間ではなくして皆さんの所得給料という形で分配していく。そんな総理に対抗するのは、私と岸田さんはですね、同い年なんです。昭和32年生まれ。どっちが老けてますかね。立憲民主党の野田佳彦元総理です。昨夜村上市で開かれた候補者の個人演説会に駆けつけ、同い年の岸田総理を批判、政権交代の必要性を訴えました。エイヤーとご祝儀相場があるうちに選挙やってしまえという魂胆見え見えじゃありませんか。せっかく巨額の予算を作ったのに必要な人に届いていない、お金の使い方を変えることが政権交代です。終盤に入った衆院選、県内は今後も大物議員が応援に入る予定で、与野党の激戦はますます熱を帯びています。